けど。立花さん、ほら思い出して。真由美先生に猫を届けに行った時、科学室でいくつか備品が紛失してるって言ってたでしょ。もしその盗まれた備品の中によく燃えるガスみたいなものが含まれているとしたら、思い出して、雄一郎さんは喫煙者だった。タバコを吸う人は部屋の中なら黙っていても換気扇の近くに行くわ。プラス換気扇の音にかき消され、ボンベから排出されるガスの音は多分被害者には聞こえなかったはず。そして気づいた時には、うわー、ボンベが犯行に使われたなら、それを見つけ出せば犯人の決め手になる。事件は解決だ。でもどこに？大体いつまでも犯人がボンベを始末しないでほっとくかしら。だって自分の犯罪を裏付ける決定的な証拠になっちゃうわけでしょ。こっそり捨てるとかしない？いや、その線は薄いさ。考えてもみて、ボンベといえばかなりかさばるものだよ。最初の事件の日以来、警察は連日学園の周辺を定期的にパトロールしている。いるだろうと夜だろうと、その網をくぐって外の敷地に持ち出すことはできない。かといってこんな重要な物的証拠をおいそれとそこらには隠せないはずさ。なんといってもボンベは比較的発見されやすい大きさをしているからね。それじゃボンベはどこに？これはあくまでも想像だけど、多分自分の部屋さ。自分の部屋？そう、犯人はボンベを自分の部屋に隠している。いくら警察だって令状なしには人の部屋の中にまでは踏み込めないからね。で、事件のほとぼりが冷める頃を見計らって、改めてボンベをどこか安全な山中にでも処分しに行く。それがベストなやり方だと思う。だとしたらまずいわ。この物質だって警察の捜査はもう終わっちゃってるのよ。外をパトロールしている警察もいつ引き上げちゃうかわからないわ。下手すれば今夜にでも。そしたらボンベは。急ごう、橘さん。誰かいないのか？おい、忍ぶ！でも、なんで忍ぶさんなの？昨夜中学の出身でもないんでしょ？それに、めぐるくん前に。
彼女は殺人なんかするような子じゃないって私に強く言ったじゃない。うん、でもよくよく考えてみるといろいろ疑わしい点もあった気がしてきて、立花さんも感じてたみたいだけど、彼女が転校してきてから一連の事件が始まったタイミングの良さも見逃せないし、被害者加害者が昨夜中学出身者だけで固められているのも、あるいは自分から捜査の目をそらさせるための、彼女が仕掛けたトラップって可能性も考えられるかなって思ったんだ。いいわ、じゃあめぐるくん、私鍵を取ってくる。プールらしい。これで4人目だぜ、4人目。橘さん、